ドミニク・アングルの1848年の肖像が、ベッティ・ロートシルト・男爵夫人の肖像。個人像。同じく1853年の肖像が、ド・ブロイ公爵夫人の肖像。ニューヨーク、メトロポリタン美術館所像。ビルチェス・伯爵夫人、アマリア・デリアヌイ・ドトレスの肖像は、19世紀のスペインの画家フェデリコ・デ・マドラーソが1853年に、 制作した肖像画である。油彩。女王イザベル2世の時代のスペイン社交界において、最も人気があり、知的かつ魅力的な女性であった、アマリアデリアのイドトレスを描いた、本作品は、画家がフランスで学んだ、新古典主義の巨匠ドミニクアングルの影響が見て取れ、肖像画家マドラーその、そして19世紀のスペインドマン主義肖像画における、最高傑作とされている。 現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。アマリアは1821年バルセロナに生まれた。ゴンサロ・ホセでビルチェス・イ・パルガと結婚したのは1839年10月12日であり、その9年後に夫、ゴンサロ・ホセがビルチェス伯爵の爵位を得たことでアマリアはビルチェス伯爵夫人となった。アマリアには男まさりなところがあり、 彼女が殺走と馬を狩る姿の優便さはナポレオン三世公費、ウジェニード・モンティジョと比較されるほどであった。作家としてベルタ、リディアといった小説も出版している。アマリアの死に際しては後に暗殺される政治家アントニオ・カノバスデル・カスティーリョによって長大な死が捧げられ、5年後に雑誌イルストラシオン・エスパニョーラやメリカーナにて発表されている。 マドラーソが本作品を制作した時アマリアは32歳であった。アマリアは白くふくよかな肩と両腕をあらわにした、青色の豪華なドレスをまとい、花柄の肘掛け椅子にリラックスした様子で座っている。アマリアはやや身を起こして、肘をつき、右手を顔に添えながら、干渉者に向かって微笑みかけている。彼女の長い黒髪は、頭の両側で編み込まれ、両耳を覆っている。 両腕には異なるブレスレットがはめられ、左手には長い柄に、ふさのついた羽毛のセンスがある。また彼女の背後には赤いショールが椅子の肘掛けの付け根の部分にかけられている。彼女が画面の中で見せている優雅で滑らかな体の動きや、親しみを感じさせる様子は、マドラソの肖像画の中で、ほとんど唯一のものであり、画家とアマリアとの親密な関係を伺わせる。事実。 両者は家族間での交流があった。ビルチェス伯爵夫人とその家族がしばしばマドラーソの邸宅を訪問したことは画家の日記から知られている。本作品においてマドラーソは様々な肖像画の技法を駆使している。マドラーソはフリル及びドレスの複雑に折り重なった膝や光沢に至るまで入念に仕上げているがビルチェス伯爵夫人を暗い背景の中に置き、 画面左から当てた照明で柔らかく彼女を包むことによって彼女の白地を思わせる白い肌を強調し豪華な衣装の効果を強めている。また彼女のポーズに見られる感能性は当時のスペインの肖像画の規範から大きく外れたものであった。こうしたモデルに最適な優雅な表現で描くやり方はフランス絵画の影響とされ、 ドミニク・アングルの肖像が、ベッティロ・ートシルト男爵夫人や、ド・グロイ公爵夫人との類似が指摘されている。また、画面の四隅に円形の繰り方を書き込むことで、円的な構図を強調している。アマリアと親しかったマドラーソは、通常の半分の価格で本作品を描き上げている。画家が受け取った報酬は4000レアルであった。絵画は、アマリアの息子、第二代ビルチェス伯爵。 ゴンザロ・デ・ビルチェス・イジャノが相続し、絵画の溶液権を、シメーラ公爵バレンティン・メネンデス・サンホアンに認めた1892年まで、伯爵家にあった。その後、シメーラ公爵が死去した1944年に、ビルチェス伯爵家によって、プラド美術館に移動された。ありがとうございます。